ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでスタート。クレヨンしんちゃんお手伝い大作戦。さあ、じゃあ今回はじゃああれやね、クレヨンしんちゃんで牧場物語やっていこう。羊の毛刈りをするぞ。スタート。ひどいことになりそう、しんちゃんがやったら。ここは羊がいっぱいいますね。今日は羊の毛刈りをしましょう。でもやってみたい。組長、毛刈り食べる。毛刈り、毛刈りです、まずは羊を集めましょう。お、しんのすけくん手伝ってくれますか。もうしょうがないな、僕ママだな。羊を全部羊の家に追い込もう。うんうん。出発しよっしゃ。待って、どう。あ、なるほどなるほど、そういう感じか。こうやってタッチして旗を立てたら、その場所までしんちゃんが走ってくれるんよね。ゴー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 。じゃあ今のところ一匹も入ってくれてないんですけど。ほら、入って、ちゃんと。よっしゃよっしゃ。ゴーゴー。びっくりするぐらい入ってくれんねんけど。ちょっと待って、なんか全員さ、右側の方に集まっていきよらん。待って、みんな入って、ちゃんと。ほら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 。あ、とりあえず一匹入った。でもこのペースでやりよったらさ、めちゃくちゃかかるよね、確実に。よいしょよいしょ。ちょっと待って、これで。ダメだダメだ、そっちじゃない。キャー、違うんだ。ちょっと待って、こっちの方来て、とりあえずしんちゃん。これでこの辺、これでこの子が入ってくれない。あ、違う、一旦こっちに。ちょっと待って、全然動いてくれないんですけど。思った方向に全然動いてくれないんですけど。よいしょよいしょ。みんなちゃんと入って。よいしょよいしょ。く、これで、よいしょ。あ、これで入ってくれるんだ。入らねえ。ちょっと待って、なんか無駄にちょっとしんちゃん走り寄るだけみたいな。ゴーゴーゴー。まだ一匹しか入ってくれてないんだけど。え、難しくない？じゃ、みんなちゃんと、あ、これで。やりましたな。あー、やっと2匹。やっと2匹。とりあえず、追い込み追い込み。あ、なんかちょっと一気にいい感じになってきたような。ちょっと待って、もう一回。よっしゃよっしゃ。はい、これで。すげ、入ってくれ。あ、一匹入ってくれた。よっしゃ、ぽいね。お、ちょっと地味にちょっといい感じになってきたような気が。あ、ちょっと待って、そっちじゃない。よっしゃよっしゃ。こっち来て。で、ここからの、はい、ゴーゴー。やりましたな。お、やっとちょっといい感じになってきたかもしれない。やっとね、ほんと。はい。じゃあ、こっちこっちこっち。てか、しんちゃんのね、この進行方向もさ、途中で変えられたらいいんやけど、それがちょっとできんけんさ、一回旗を置いたら、もうなんかその目的地に着くまで、しんちゃんずっと、ずっとその方向に走るよね。ゴーゴー。ゴーゴー。はいはい。あ、ちょっと待って。こっちに戻ってきちゃった、しんちゃん。よっしゃ。こっちに戻ってきて、ゴーゴー。はい。ゴーゴー。このまんま。あ、くそ、ダメだ。あと2匹なんやけどな。しかも特にこれさ、時間制限があるようなゲームでもないけんさ、こう追い込むまで永遠に続くんやけど。
つら、まあ、それはそれでつらい。この羊2匹めっちゃ強情なんやけど、これ全然違う方向に行く。つらい。ちょ、しんちゃん頑張って。もうこれしんちゃん使うんじゃなくてさ、犬に羊を追わせてよ。そうするべきだと思います。はいはい、いけいけいけ。あ、全然入らねえ。あとちょっとなんやけどな。あと1匹。これでいったんじゃない？ちょ待って、もうちょいこっちや。はいはい。あー、なんか遠くに行った。はい、ゴーゴー。これで多少近づいた。お、行ったんじゃない？行ったー、やっとや。めっちゃかかった。すごい、よくできました。やったー。指の腹にハートマーク。さあ、これ本題のね、毛刈りにまだ行ってないんやけど。組長集めたぞー。これをしんちゃん一人にやらせるという。しんのすけくん上手でしたね。いやー、それほどでも、園児全員とかでさせるやろ。いよいよ集めた羊の毛を刈りますよ。おー、毛ガニ食べる。どこからそのフォークを。だから毛刈りです。さあ、これでバリバリと刈っていくわけですね。おー、いいね。めっちゃいいやん。お、一気にヤギになったわ。お、お、お、あれ？これで OK。 あ、なるほど、上に出とる子たち全員毛刈りするわけだね。この刈った後の毛でモフモフしたい。 OK。 なんかどんどんでかくなっていくよね、羊。そんな感じするよね。あ、尻尾。あ、尻尾、尻尾ごとなくなった。ちょっと待って。はい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 。まあさっきは別に尻尾じゃなかったってことなんやろうけど。いい感じ。もっこ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 。お、いいっすね。これで全員できた。やったね。やったね。え、なんかさ、向こうの足と手前の足ちょっと色が違くない？微妙に影ってことかな。よし、それじゃあ、乳搾りに行きますか。今度は牛追いとかあったりする？乳搾りするぞ。スタート。皆さん、牛乳は好きですか？好きです。ちょっとお腹痛くなるけど。はーい。美味しいですよね。ということで、今日は牛の乳搾りをしましょう。おー、やってみるぞ。乳搾りの難易度を選ぼう。普通でいく？頑張れー。はい、頑張ります。タイミングよくタップ。はい。ずーっと押して話す。あー、なんかそういう長い時はってこと？スタート。どこをタップするの？あ、この右と左のこの輪っかの中ってこと？リズムゲームってことやね。なるほど。はい。はい。お、すごい。めっちゃ乳搾り。いいな、乳搾りやってみたいな。あれ、なんか意外と硬いっていうよね。搾るの。お、めっちゃ集まりよりな。いい感じ。おうおう。で、こう。太鼓の達人的な感じじゃない？間違えた。あ、あれは一応 OK なの？枠の中に入っとるのが多分一番いいんやろうけど、一応かすっとけばいいってことか。お、集まった。素晴らしい。 5000ml。 素晴らしいよ。
次はバター作りです。うんうん。よーし、しんのすけ、どれくらい早くできるか競争だ。もう風間くんたら大胆。男同士の勝負、何が大胆なんだ。乙女をめぐる戦いね。ねねちゃんなぜめぐられてるんだ。それじゃあしんのすけ行くぞ。ほっ、振って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 、待って、振ってちゃんと。だってこれさ、大人でもめっちゃかかるって言うやん。ちょ待って、全然できてない。ちょ待って、全くもってできてないよ。ちょっと風間くん早すぎない？キャー、え待って、風間くん早すぎるって。すげえ、やば、あんなスピードでできるんすか。でえ、しかもあれなんや、勝負があった後もやらされるんや。つら。振って、ちょっとしんちゃんちゃんと振って、しんちゃん、もっと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 、なんかね、定期的に止まるんよね。ちょ、定期的にその素の顔になるのやめて。この周りで待たされてる人の気持ちよ。でちょ、しっかり振れよ、おい。でやば、全然やん。つらい。じゃあ、しっかり。だってまだ半分もいってないよ。このね、きっと小さい、このきっと小さい子がするであろう、クレヨンしんちゃんのゲームで、勝負がついた後も、めっちゃやらされるっていう、この鬼畜さよ。まあ、あれか、最後までやりきらないといけません、みたいな。そういうやつか。勝負が決まったからって。お、ちょっと固まってきた？なんか若干色変わってきたよね。色っていうか、まあ、色も変わったけど、ちょっとなんか振り寄るときには固まってきたような気がする。めっちゃかかるやん。ちょっとやばくない？まだ半分もいってないんやけど。え、つらつらつら。え、めっちゃつらいやん、これ。は？見てこれ、やばくない？急激な。これあれや。フランでもさ、タップでよかった。なあ、どういうことやねん。ルール説明が一切ないけんさ、タップやったらもう絶対風間くんとか一瞬でやっつけとったやん。やっつけるとかいう、やっつけるとかいうゲームじゃないけど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか幼稚園で羊の毛刈りとか乳搾りとかいいね、楽しそう。私そういうの全然行ってないもん。なかったし。さつまいも掘りとかしかなかった気がする。